サンパウロ荒川、思った以上に綺麗な建物です。あ、見に行ってきたんですか、ジュンさん。つかさん初見、神音でミルルンがその曲を披露してね、すごいですよね本当に。ミルさんかっこいい、かっこいいです。6月になったら私も皆さんに告知があるので、ちょっと楽しみにしていてください。喉パラパラ、喉がパラパラ、卵パラパラ。タカさんもオーラー、オーラー、こんにちはみんな。生誕カードって、あら、あ、そうなんですか、ジュンさん。荒川区行くことがあったので、だってお仕事でした。私の道が、え、嬉しい、優しいね。明日のダービー買いました。競馬2年ぶり。おー、マジですか。何で買ったんですか。何で買ったんやろ。よいしょ。 YouTube 見て、うわー、ありがとうございます。しんじさんもこんばんは。そう、一旦、あ、書いとくわ、テロップに、テロップに書いとくわ。23時頃から顔出します。早口にしまだできない。あ、大丈夫、ゆっくりするよ、安心してください、ゆっくりしましょう。3連単10万以上つく馬券しか買わない。嘘、私の予想どうでした、見た、見た、タカさんって私の予想見てるんかな。そうなんです、 YouTube アップしたので、もしよかったら YouTube 皆さんチェックしてください。あ、 Twitter でマリオパークの動画流れてきましたって、見てください、 YouTube。 この間さっきアップしたので、よかったらぜひチェックしてください。コメントして、あと21時間ってなってる、あと21時間。何がですか。あ、トークポートか、びっくりした、何のことかなと思った。イエーイ、あともうちょっとです、明日です、ワクワクです、イエーイ、ワクワク。皆さんに相談があるんですけど、今 YouTube をいろいろ撮ってるんですね、いろいろ上げてて、まだ編集してない動画もまだまだあるんですけど、ちょっとどういう動画を撮ったらいいかなっていうのを定期的に配信で皆さんに聞いてるんですけど、どう思いますか、どういうの撮ったらいいかな。私は大体海外の人に向けて日本の文化を発信したりみたいな感じ。見たので再度後でコメントします。ありがとう。6時間ぐらい見て。ふうかさんのミキサー配信再開始した。お、たけさん行ってくる？行きたい？明日何が？明日って私言ったっけ？あ、トークポートだよ。ありのままの姿見せるのよ。パスパルさんこんばんは。そう、 YouTube 何撮ろう、そう、何がいいかな。悩んでるんです、 YouTube どういうの載せたらいいか。もしよかったら教えてください、皆さんの意見。大阪のグルメ情報？あ、やっぱりグルメ情報か。
大阪のグルメ情報ね。ふむふむ、やっぱりグルメ情報にここに行ってみたいなやつ、そこで食べてみたいな。海外の人もウケるかな、やっぱし。海外の人にもウケるようななんかできたらいいよなって思うよね。むずい、難しい。乗馬動画。とある YouTube の方はファンの方を呼んで1対1なんでファンになったのかと聞いてました。面白いそれ。それめっちゃ面白い。イベント会場でしたいね。イベント会場でやりたい。京都競馬場やりたい。つまり私が MC YouTube に出たいだけ。なんと劇場の前のうどん屋でライブ中継、めちゃめちゃおもろいやん。うどん屋、大阪を隅から隅まで行きまくって紹介していくしか。じゃあ明日は中もずからガチのプライベート休みの日を自分一人で撮影して YouTube に。なるほどね。もう誰もおらへん、友達もう何もいない日ってことですか。なんでって言われても競馬のことが全くわからないから、本当に初心者がわかる競馬の見方、馬券の買い方知りたい。私もね、競馬は私多分初心者、なんか私本当に普通にパッて競馬見て、なんやろ、お金がとかじゃなくて馬に乗るので、あのお馬さんなんかすごいかっこいいなとかさ、あのお馬さんすごい気持ちよく走ってるなとか、あーかわいい目してるなーとか、なんか多分ちょっとね、ちょっと見方変わっちゃうかもしれないだから馬券の買い方はねあんま分かんないのよ。泉さんこんばんは。明日東京競馬場行けたらよかった。いや大阪の街って馬に乗って歩いてええんかな、馬を溺れ次には。あそうよね、あるよね。え京都やっけ、安いうどん屋でやって、海外と似てる風景を日本で探す。あそれも面白い。確かに確かに、もろバーベキュー会場までの道のりをナビ、ああね、ここでやるよって。何十人しか見てくれんじゃんそれ村木さんこんばんは。今日マジで声やばいみか。競馬ならあやてん呼ぼうだって。あ私にも任せて競馬。おうどんいいね、うどん屋さんとか、なんか日本料理、日本料理をグルメ情報的な感じで。その他競馬場で貸し切りオフ会、あめっちゃ高そうやね、むちゃくちゃしそうお金どんだけ貸し切りのあれいるんかな。料理配信、料理ね、一回このみちゃんに料理作るっていうので YouTube 撮ってはいますね。確かにできんことはない。初心者に分かる競馬の見方難しいよねだって。初心者やからこそ、あーかっこいいぐらいの、うわすごい迫力ぐらいのね気持ちでいいのかも。確かにやーくんこんばんは。いずむさんハートナイス。タコッパ配信、みんなもうなんか配信になってもうてる、配信見すぎて。動画な、動画同期対談。水森さんハートいっぱいありがとうございます。桃鉄配信、また配信になってるあそうね、とにかく競馬場に行ってみるやって。初めは桃鉄配信。桃鉄ってあれ
ヤスゴロクみたいな人生ゲームみたいなやつですよね。桃太郎鉄道やったっけ、やったっけ、やったっけ。一人でやったら絶対面白くないな。誰かとやらないとかな。ふむふむ。なんか大阪で観光地、大阪の観光地といえば一人でずっとするの寂しい。桃太郎電鉄か。みつけいさんこんばんは。みずむさんあといっぱいありがとうございます。ナイス。オレンジの果肉入りゼリー、美味しそう。めっちゃ美味しそう。大阪城、大阪城行ったら大阪城の説明をスペイン語でしなあかんやんな。私日本語でもできる自信ないな。え、一回検索してみよう。大阪遊べるところ検索大阪遊べるところ検索。なんかあるかな。ユニバヤ、やっぱアベノハルカス。アベノハルカスって遊べるの。なんか枚方パーク、カップヌードルミュージアムは行ってみたいよね。うん、ひらぱー。え、スイッチでもあるんですか、桃鉄。私にそっくりさん見つけてみた。あ、エミカのそっくりさんを探すってこと。スペインの料理とか知りたいって。あー、もうね、このみちゃんに作ったな、あれ。今度はスペインに行ってスペインのバーでそれやろう。日本人が食べてみた。パンダミニ白浜。あ、なんだっけ、なんだっけ、アドベンチャーワールドやったっけ。みずむさんナイスハート、いっぱいありがとうございます。ありがとうございます。何が取れるかな。大阪で遊べるところって別にそんなにない、ひょっとして。日本ならではの遊べるところは、それしよう。日本ならでは遊び検索。あ、将棋とか出てきたそういうんじゃないんだわな。大阪お寺。スイッチの桃鉄ファンシーの子にあげた。あ、そうな。やっぱね、カップヌードルめっちゃ生きた。水野さん500個ありがとうございます。ナイス。えみちにそっくりさんってことで OK。 私似てる人誰かいますか。逆にカップヌードル行きと天神橋筋商店街、端から端まで食べ歩きしてみた最後死にそうになるやつ朝のルーティン、寝る前のルーティン。朝のルーティン一回撮っててまだ編集してるっていう。寝る前ルーティン、なんかホテルとか泊まった時にやりたいやんな、それな。エベスさん、何やったっけ。あ、表スイッチであるよ。だって高さの全部持ってんじゃん。何々してみたって面白い。50カウントありがとう。え、サバチョコ味はやだ。サバチョコなんか語呂はいいけど、語呂はいいけど、いやー、サバチョコは嫌すぎる、嫌すぎる、やだ。難しいな。なんかさ、外国人の人が楽しめるやつがよくて、うん、なのでなんかドミノ倒しもまあ楽しめるっちゃ楽しめるけど、インバウンド的な感じで言うと
違うもんね。むずい。むずいな。よいしょ。海外ウケならアニメでしょ。天保山。あ、9個でも9個もあるやん。配信の裏側、動画編集を動画、もう裏側ばっか、配信の裏側を動画で撮って、動画編集の裏側で動画撮って、もう全部裏でもありやな。え、千住橋水天街、端から端まで歩くと賞状もらえる、そうなん。え、何それ知らんねんけど。スクショ。ゆうくんこんばんは。道頓堀泳いでみてはあかん。捕まんで。アニメのさ、カフェみたいなんないんかな。アニメカフェ大阪。大阪キャラクターカフェ。大阪キャラカフェ。え、そういうのが良さそうじゃない？キャラクターのコラボカフェ的な。コラボカフェ。そういうの外国人なんか、何これかわいいってなりそうじゃない？ね。私アンパンマン工場みたいな、なんだっけ、アンパンマンミュージアムやったっけ、横浜やったっけ、横浜やっけ、あれ行きたいけど。キャラクターカフェ、コラボカフェ、なんかやって、あ、そうそう、ポケモン行ってきた。 NMB48 から Siri フォローしたよ。え、ありがとうございます。佐々木さん、前から探偵ナイトスクープに応募して、どんな撮ったらいい、動画撮ったらいいかって一緒に考えてくださいって。それ放送されんのやろ、めちゃくちゃ恥ずかしいけど。カービィカフェ、私もめっちゃ行きたい。カービィカフェってないよね、大阪に。確か東京やんね。ですよね。多分ないんよ、大阪に。つらみ。東京に行かねばならぬ。博多なんや。メイドリーミンって何ですか？アットフォームカフェ。何何それ何それ。道頓堀は飛び込む経験ある。嘘やん、飛び込んだんですか、サバチョコさん。え、関西サイクルスポーツセンターめっちゃ行ってみたいんですよ。 NMB48 に出てくるお店を全部回るって。あれ昔やったな、みんなで回ったな、懐かしい。環状線一瞬動画、一周動画。え、電車乗ったまま全部降りる。エキスポシティってあれですよね、水族館あるんですよね。西成で激安食べ歩きしてみた。なんだっけな、なんかホルモンがめっちゃ美味しいお店があるって聞いたんやけど。あ、メイドさん日本、メイドカフェ。え、食べっ子動物カフェってあるんですか。でも食べっ子動物は海外の人知らんな、多分。全駅制覇。え、一回ずつ降りるんですか、それは。よいしょ。一回ずつ降りるんかな。ちょっと待ってて、みんな。足。一瞬お風呂沸かすわ、ボタン押してくる。ちょっと待っててくださいね。よいしょ。
よいしょ。あ、音楽がない。まあ、いっか。よいしょ。お風呂ボタン。そして、部屋に来ましたよ。部屋に来ました。よいしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、お姉さん。よいしょ。ガンダムカフェも S2、スクエニカフェ。スクエニカフェって何？バンクシー店のコラボカフェ。え、何それ？バンクシーってさ、誰みたいなやつですよね。バンクシーとはみたいなやつですか？大阪たこ焼きミュージアムってあるの？電気屋さん巡り？楽しそう、めっちゃ。リアルに楽しそう、それ。電気屋さん巡り。楽しそう。確かにバーベキューでできるね。でしょ？結構前の話。少々お待ちよ。少々お待ちよ。え、たこ焼きミュージアム、大阪たこ焼きミュージアムって調べてみていい？さっき。気になる、めっちゃ。大阪たこ焼きミュージアム。たこ焼きミュージアム。何それ？ユニバーサルシティウォークのとこにあるやつや。すごい。あ、いろいろなたこ焼きが売ってて、ハッピーアワーは300円で、あの、ビール飲めて、ククル、アベノたこ焼き山ちゃん、玉屋、や、なんて読むんやろ、18番、お箱18番や、普通に。雨村甲賀流、玉で海津屋といういろいろなたこ焼きがある、ここには。え、なんでわなかがないの？わなかわなか。スペインコラボカフェ聞いたことないかも。まず、あのキャラクターがだってさ、日本のあれやから。多分私のやつと違うと思う。え、何の話？スーパーたま、会津屋、会津屋って読むのね。よいしょ。え、チョコレート工場の見学最高。ラジオ焼きとは？あ、大阪じゃないと分かんないですね、タカさん。ケイドロ、ケイドロ、鬼ごっこ。動物カフェない。動物愛護団体が多分怒るねん、それ。だから動物カフェもさ、あんまり よろしくないみたい。あの、ペットショップとかもほぼないの。え、米飛んでる？え、ちょっと待ってな。スーパー玉で巡りのやつ、すごいって言ったと思うねんけど、頭の中ですごいって言って口に出てなかったかな。スーパー玉で巡り何があるんですか？あー、たこ焼きの元になったラジオ焼き、聞いたことあるかも。シンジさん、バラクワさん、こんばんは。スジコン、絶対音ずれてる。またコメント飛んでる。えみち、うん、あ、これや。高校生の時に飛んでなんか停学処分になったっていうおバカなエピソード。おバカエピソード。飛んでた。えみちの作ったアバターいい感じね。いい感じ。紫人間のアバター。パジパラさん、これかは、これで、これからはこれで来ていってください。米が飛んでる。なんかさ、米が表示されないみたい。口と声が合ってない。
急いで放置休めないと。音ずれてるみんな。あー、IC チップ義務化されましたね。やばい、急いで星集めないとって。ラグある？え、ラグってどうやったら消える？どうしたらいいですか？ラグってどうしようもできない。そうそうそう、海外向けだと動物カフェちょっとデリケート。もうクジラなんか食べたらもう袋叩きに合う。チップかわいそう。チップ結構前から海外はもう絶対入れなあかんねんて。だから、え、逆に今まで日本してなかったんって言われた。口の方が遅い？ラジオにする？ラジオにする？もはやもはやラジオにする？あ、チップ呼んだって。俺かい？チップとデール的なノリのチップの名前。道頓堀だ、俺が元祖やで、と関西人自称元祖や。惨めな争いになるから。あ、これより早く動いてくれた。バーベキューなファンにインタビュー動画を撮影できるようになったらしい。あ、それは結構前に喋りませんでした？あの動画始めてこの YouTube を言って YouTube の話してすぐにあの書いてくれて、その返事でできそう、イベントでやりたいねっていう、すぐに言わんかったっけ。あれ、これも待って、言ってるつもりになってんのかな。言ってたと思っただけだな。一国道よりすごい。一回ラジオにして通常に戻してみる？任せて。一回ラジオにして通常。どうですか？あ、言ってた？玉ねぎさんおらんかったかな。足マッサージしながらその後追加で耐えた食べと書いた。え、じゃあ見てないわそれ。なんか30分後ぐらいに来たやつは見たけど、あの時の YouTube チャンネル登録されから見てないだって。どの時の YouTube ですか？ダイブの遅いの治らん？声が早い？ウサインボルト？光のレベルの声の速さ。もはやラジオにしてた方が気持ち悪くないですか？今日は。ラグラグ。ネックレスかわいい。米見えてるよ。音速と光の速度が逆転してるって、うん、音速めちゃくちゃ。スペイン在住の日本人の紹介動画あれもたらごな。スペイン在住の日本人の紹介動画、スペイン在住の日本人の紹介動画どんなんでしたっけ？紹介した動画、私の YouTube チャンネルですか？誰も参加しなさそうですけど、お綺麗なので遅れてても大丈夫でしたって。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。マッサージの音聞こえる、よかったけど正解、それは正解。カズさんこんばんは。本来の道路の見えてから音が聞こえるんだけど、そうやな、確かに。カズさんこんばんは。こんばんは。え、ラジオに戻した方がいい？ゲストで出てた動画、かおりちゃんかな、かおりちゃんのチャンネルかな、ひょっとしたら。あれたらごなです。かおりちゃんのやつかな。
面白いからこのままでいく。動いてる道の方がいい。声遅れてきてても大丈夫。香里ちゃん、この間香里ちゃんと京都で会いました。そのうち治る大丈夫、気にならん。もしなんかもうどうしても気持ち悪いってなったら言うてください。訪れしてても気にせず STU の推しを配信してるので問題ないです。基準は全部 STU の推し。誰があっても大丈夫、みんな優しい。ありがとうございます。みんな優しいな、ありがとうございます。あ、気持ち悪いので音だけ聞いてます。了解ゆき。すごい声が遅れてくるの嫌よね、わかる、うん、しんどいよね、申し訳ない。優しくなかった俺、動いてないと可愛い道が見れないから。なんか酔う？あ、でもわかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる。だって3年以上毎日配信してるから。やってなんかさ、酔うのはさ、めっちゃわかるんですよ。私もメガネするやん、なメガネのこの隙間から見えるじゃないですか、世界が世界が、あのギャップって言うんですか、ここちゃんと見えんのにここちゃんと見えへんみたいな、あの感じで酔うんですよね。なんかギャップとか、あと何やろ、まあ、新幹線でも酔うやつなんで、私すごい弱いんですよ。あ、みんないろんな方見に行ってますよね、ミュージカル。メガネのレンズとかも、そう、めっちゃ家でメガネは大丈夫、慣れ、私もうマジで無理で、だから細いメガネじゃなくてでっかいレンズなんですよ。ゆき優しくない今日みちにもう酔ってるから平気。あ、すごいカズさんめっちゃ上手にまとめた。よっ、ひらきさんこんばんは。ヨギニ、ヨギニに座りながら配信見てると寝ちゃいそう。あれ、なんか人をダメにするやつですか、ヨギ棒的なやつですか。家にあるふわふわクッションがもうへにゃへにゃになってて、もうやばいんです。もうぺっちゃんこの中のクッションのなんかふわふわボロボロみたいな、えぐくてなんかあれこんなクッションやったっけってなって、なんかヨギ棒新しく買わないとあかんねってこないで言ってたんやけど、もうあれは人をダメにするんじゃなくて犬もダメにするんで、ずっとその上にチロルがもうこうやって寝てる。じゃあ3年間毎日配信しようやって。私もでもあれなんですよ、毎日ではないけどほぼ毎日は3年間やってます。17ライブから始めてもう3年以上経ってると思うから、そうね、ほぼほぼほぼ毎日。だからずかさんとか多分ずっと昔から来てくれてるよね、ほぼ3年間見に来てくれてると思う。ヨギ棒、ヨギ棒なんか、ヨギ棒なんか分からへん。フレームのない2ポイントははっきり見える境目が余計に気になるで。あ、そうなん、私フレームありしかつけない。フレームないのはなんか私おばあちゃんみたいになっちゃうから嫌なの。吹けませんあれ、フレームないと。おしゃれな人がかけたらおしゃれなんかも知らんけどね、17最初からですもんね。あと今いる方で誰、パーシパルさんも17いてくれてた。今壇上のとこ見てるけど、ユッキーも17いてくれてた、ただゆきさんもやけど。暑い暑い、たこゆきさん焼かれてる。あ、確かにその前のショールームから、ショールーム17ミクチャショールームやもんね。あ、たかさんもね17たまに来てくれてた。そう、17ギフト
見たら一番古いのがえみつの枠やったって。すごいすごいやんちゃくるさん。あ、了解です。次回の味変、嫌な味楽しみにしてますね、ペペさんありがとう。気をつけてお帰りなすって。みっちゃんさんこんばんは。一七ライブめっちゃショールームみたい。高木さんもね昔から見てくれてる。確かに本当に。なんで見始めたかも覚えてませんだって。あ、そんな感じか。ユッキーでもすっごい長い間来てくれてるよね本当に。一応一七いた気がします。あ、一応玉ねぎさんおったん一七。あ、しんじさん一七行ってない。みくちゃんショールームのフォトアルバムが楽しかったわだって。フォトアルバム、あ、755懐かしい懐かしい。755一七懐かしいよね。味覚で遊ばせてもらいますって。楽しみにしてよサバチョコさん。サバチョコ味絶対まずいよね本当に。サバ生クリームも嫌やけど。卒業前は1回しか握手会行ってませんって。いや本当に本当にやばいねマジで。めちゃくちゃなんやろ奇跡一瞬帰った時は見てたけどだって。ああ一瞬あの17に帰った時か。もう1ヶ月だけ帰った時ね。懐かしい。あ、そうなんや。玉ねぎさん持ってくれてたんや17。懐かしいな本当に。いやすごいよね。うん、ただゆきさんやちぐさフォトアルバムの時からいてくれて。確かにショールームね。たまたま一年ライブやってたの配信見たからかなって。いや、たまたまってすごい大事。ここもねこうやってたまたま会った方、たまたまショールームに来てくださった皆さん、こうやってつながって縁がつながってね、また2年後にあのショールームから見てたでって言ってもらえたらいいなと思います。本当にみんなよろしくね。すすや寝ないで寝ないで。寄ってきたのでアイス食います。いやアイス食います。え、スパイダーマンか何かですかユキ。しんいちさんどこ行ったんやほんまに。パスパルさんも確かに。わさびの配信ちょこちょこ見てた。ちょこちょこ帰国した時のイベント参加してからの配信見なした。あ、なるほどね。あの時から。いや本当にありがたい。いやもう配信がないと本当に私今のねこの何やろ生活できないんで。すごい何やろ充実したから配信のおかげで。これからもやっていきたいなと思いますよ。 BPM さんこんばんは。配信しててこうコメントが全然来ないとか、何やろすごい寂しい配信になってきたとかってなってきて心が折れてしまったらさよならバイバイするかもしれんけど。2018年の9月やば、めっちゃ前、4年前。 BPM さんいらっしゃい。もっと前から見てたような気もするけど。えみつの一年は他のボーティートグループ忙しくてだいぶ現れてなかったですけど。あ、やっぱそうか。ほぼ毎日配信してる中でやっぱりちょこちょこよりねこういっぱい毎日来てくださってたら覚えるよね。やっぱみんな毎日来てね。だー行かないでーって。声で声でマジで声出るん。今日早く寝るから。神枝早く寝ますんで。神枝早く寝ますんで1時までに寝たいです。なんでフォトアルバムのイベント行ったんでしたっけって。わかんない。なんでなんすかさ。逆になんでなん。いやマジ喉をいたわらないと。寝ちゃダメだ。
パトラッシュ起きるな。ちょうちゃんも17やってたね。私1748で一番最初にやってんで、多分 NMB でかな。大事なのは今一生懸命応援できてるかだと思います。それも本当大事、マジで大事。うん、本当に皆さん応援していただけて本当にありがとうございます。マジでありがたい、皆さんが応援してくださっていて。ん、震災で。そうなのよ、声が遅れてるらしいんですよ。一国道を極めました。私一国道を極めたのでマジですごいでしょ。声が遅れて聞こえるでしょ、これ私のテクニック、テクニックなんで、これすごいでしょ。お風呂から45から60分に就寝するって言いらっしゃ、あ、そうなんですか。絶対無理なんだが。まずお風呂出るでしょ、でまず20分ぐらい髪の毛乾かしたりとかスキンケアするじゃん。なんでそっから30分ぐらいストレッチとかマッサージするじゃん。で明日の用意とか TikTok とかそういうやつやるじゃん。もうこの時点でもう無理あ、最終日だけ別日でやる、うんうんうん、カムチャッカ噴火の影響。ヤーマンさんこんばんは。世界回れるようだって。世界回れる。玉ねぎさんだるまさんです、ありがとうございます。ヤンチョクレさん、ヤンチョクレさんじゃない、目が見えない、玉ねぎさんナイス、ハートもありがとう、ありがとうございます。やば、目が見えてないよね今。全員あの同じアバターやと、マジってなん。え、100個じゃん、ありがとうございます。カムチャッカ半島ってどこですか。たこ焼きちゃんカメハメハ打たないで、抑えて抑えて。フォトブックイベントの時申し込みして確か抽選やったな。確かに懐かしいよ。機械をマッサージしてます。エアマッサージャーです。足をマッサージしてます。空気で、空気のマッサージ、これがないと私もう死んでしまうんです。足がもうパンパンに、今日は1万2000歩歩きました。頑張った。パナソニックですね、だってパナソニックです。足になりたい。たこ焼きちゃん足になってくれるの。北海道から北方領土、さらにその先の方、めっちゃ上の方。へえ、そうなんや。あ、たくさん歩きました。新一のおかげで招待されましたフォトアルバムの私か。あ、そうなんや。新一さんは今どこぞへ、どこぞへ行きはったんですか。パナソニック、玉ねぎさん、音符さん、ありがとう。今日スタバのめちゃくちゃ美味しいカスタムを知りました。あのね、え、なんだっけ、ほうじ茶ティーラテにキャラメルソースかけてアップル果肉を追加。もうこれでもうバッチリです。やってみてください、おすすめ。え、めっちゃ足軽くなりますよね、パチプラさん、これやると地下に潜ってます。出ておいで、もぐらさん。クリッチャンディオールかと思った、だって。何が、何が、どれが、ディオール、クリスチャンディオール。え、よくやりますか、チップさん、マジで。あんまり誰もやってないと思ってた、嬉しい。みちゃ
んちゃんちゃ。あのね、ここの硬いのが収まってきたんですよ。あ、ノムさんフォローありがとうございます。ナイスです、よろしくお願いします。コンパクトディスク CD じゃないのよ。で見て、ここねボコってなってたんやんか。だんだん収まってきて、ここあ、ほうじ茶ラテならいつもエクストラホットにしますだって。あったかい方がいいですね。私も今日はコールド、うん、冷たいのでキャラメルソースかけて、でアップル果肉を入れるのがポイント。むちゃ美味しかった、激うまでした。で、あのスタバの店員さんにもこれ美味しいんですかって言われて、まだ飲んだことなかったけど美味しいんですって言って、またやってみますねって言われて、ぜひって言って知ったかぶりした。そう、ここのこれがさ、もうさ、予約を病院の予約しとったんやんか。予約もうちょっと6月になったら行くねんけどさ、あの予約遅すぎてこう待ってたらなんか収まってきた。まだ硬いけど病院行くけど収まってきてんですけどどうしようと思って。クリスチャンディオールのマッサージャー、やば、めっちゃ高そう。あるんかな。フォトブックイベントもし当選してなかったらマジエミカ推しになってなかったかも。だってフォトブックイベントのおかげや、今もうほんまに過去があって今があるって言いますから、本当にありがとうございます。りょうさんこんばんは。荒川祭からメール来たって、なんてなんて。こんばんは。じゃあワクチン接種の予約取れた？まだまだです。朝からお家出ていかんとあかんくって、でまだ見れてなくて、どうしよう、いつ行こうって感じ、迷っております。はい、迷っております。そう、今ねスタバの話してたんけどね、愛ちゃんもぜひやってみて。ほうじ茶ティーラテ、ほうじ茶ティーラテにキャラメルソースかけてアップル果肉追加、コールドでどうぞ。実はほうじ茶ラテ飲んだことなかったけど推しメンだった、北原理恵さんがおすすめしていたので。あ、なるほど、やっぱ推しの力ってすごいよね。飲んじゃいますよね、でハマっちゃいますよね、やっぱね、めっちゃわかる。よいしょ、私もいっぱいあっぴってこう。よいしょ、じゃあいよいよ明日だよ、トートポート。準備はいいですか？準備はバッチリかい？よいしょ、日差しからですね。ほうじ茶ラテ飲んでみて。え、もうお申し込みありがとうございます。ずかさん、マンゴーパッショッティにホワイトマカ、あれですよね、ピンクになるやつ、バッチリ、さすが友にきさん。森口自身にもお伺い、そうなんですか。お、ジークサンダーハートナイス、ありがとうございます。推しが勧めたから伝え行ってマーブルくれちゃう。ほんまそれ、どうしよう、ドキドキする、何しゃべろう、何しゃべろうって。楽しみにしてるな、愛ちゃん。ゆうしさんフォローナイス、ゆうしさんで会ってますか？フォローナイスです、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。いや嬉しいな。揉みほぐし、確認しよう。明日トークポート前につーちゃんに会ってきます。ずっとつーちゃんに会ってる？ひょっとして、ひょっとしてイベントの前は、私のイベントの前はつーちゃん、
あーね、ちゃんと接続できるか困りどころやけど、絶対大丈夫、絶対大丈夫。航空ポートはね、結構ねちゃんとつながって、そう、電波問題みたいなあんましないよね。ただあれやったかな、あの時間が1分単位やから、そう、なので忘れて来れなかったみたいな、忘れちゃってましたみたいな方はちょこちょこおる。そう、2分遅刻したらもう終わってるからさ3時間もテニス楽しそう。お友達どうですか？息子と待機してるわ。超楽しみなんだが、ありがとうございます。お釣りより、お釣りより、ずかさんも頑張って待ってるね。お仕事の合間かな、無理しないで待ってね、待ってるね、超楽しみ。久しぶりのトークポート。でも姉さん1分遅刻したことあったねって、結構いますよ。マッサージのエアが抜ける音がドラムのジンバルっぽく聞こえた。パーン、隙をついてくる予定。さすがずかさん。あ、おはよう。みつおさん、今起きた。おはよう。おはようよ。喉が痛い。あと10分で23時半。お前、お前、お前、何時から配信してました？私、タカさんこんばんは。タカ 100% 元気ですか？今日夜更かしして、今から旦那とマリパスね。え、何それ、かわいい、超かわいい。27分からしてた？結構早くからしてたな。30代50代の人たち、高校生、中学生、小学生とか20人ぐらいのクラブです。え、すごい、楽しそう、いっぱいいるんや。通ってるんですか？あ、カズさんもありがとうございます。にゃんこさんいらっしゃい。ここぐらいで喋るよりさ、ここぐらいで喋った方が漏れる。私マジで色黒なんですよ、本当にね、超色黒でめっちゃ嫌なの。あ、了解。あいちゃん、明日いっぱいお話聞かせてな、楽しみにしてる。なんかそうね、一日一日早すぎるな、ほんまに。もう5月終わりやって、やばない？マジ早ない？どうしよう早すぎてビビるんだが。そこでスタッフ、スタッフしてるんですか？すごい、チップさん、ちゃんともうめっちゃすごいんですね。じゃあめっちゃ上手なんだ。ムーンナイトまだ見てないです。玉ねぎさん、ごめんなさい、バッタバッタしてまして、もう全然映画館とかに行く時間もなく、モヤモヤしております、はい、モヤモヤしております。ストレンジャーシングスも始まってしまう、どうしよう。5月もあと3日と36分分刻みでカウントダウン、久しぶり。え、そうなんですよ、みつおさん、ずれてる。今日私一国道なの。今日一国道です。声が遅れて聞こえてくるよ、私のテクニックやね。すごいでしょ。マジムーンナイト早く見ないと
あ、寝ぼけてますやって。あ、もう一回言うね。あのね、バーベキューイベントね、これバーベキューイベントね、お肉とか全部用意されてるので持ち込み禁止らしいです。やっぱり残念。すごい素直に感動。うせえで、うせえ、機械バグです。ストレンジャーシングス昨日から新シーズン始まった。そう、本当にミズ・マーベルも録画さし、早いと、早くしないと。人手不足で社会人になってから誘われました。小学生にボール上げとか少し見本見せたりして。え、すごい、ずっと昔からやってたんですか。白米さん、こんばんは。ストレンジトークしましょう。そうしましょう。え、そうなので、持ち込みが禁止になっ、禁止だったみたいなので、そこにあるやつで楽しみましょう、バーベキューは。うん、超楽しみ。でも皆さん予約お済みですか。もう いっぱいお話ししましょうね。喉が痛くて無言になっちゃう。やる気と元気を持ち込みます。やる気、元気。英語和牛持ち込もうとしてたのに。やって、じゃあとりあえず、まあ差し入れということで神枝美香が食しますね。そうそう、いろいろコースあるみたいですね。そうなんですよ、美味しそうですよね。でもなんか特別なのありました？超楽しみ。ノリノリ。喉が痛い。申し込んだはいいが全くサイト見てない。え、全然見なくて大丈夫。うん、全然大丈夫。当日来てくださればもうそれで大丈夫、完璧です。時間と場所だけ時間と場所だけ。えみちコースってえみちが大盤振る舞いのコースが裏メニューでそうそう、それでね、生クリームタン塩が美味しくてまずそう。せっかく美味しいお肉が台無しや。超楽しみだな。どんな感じにしよう。時間と場所だけまた直前に通知よろしくもう全く見る気ないじゃん最高ですね、さすが白米さん。裏メニューかー、お高いんでしょう。だってシークレットメニュー、生クリームのせるだけのパチパチモン詐欺メニュー。お水ないわ、お水一回や。どうしよう、水が一回、お水飲みたい。実際会場行って見せてきたらやばいと思います。だって、え、なんでやばいの。ゆみちゃん好きな焼肉の部位タンかな。タン以外わからんねん。バーベキュー、 BBQ。 今日何時までする。今日何ぐらい食べれるかな。え、マジで全然20分ぐらい食べれると思う私嘘かなマドリードだけ。うん、え、もっと違う、もっとなんか
マドリードでもバルセロナでもなんでもないとこじゃない多分。多分やけど。え、どこやったっけ。え、誰か検索してみて。トマト祭りって。盆と正月ぐらい違いそう。帰宅お疲れひろとくさん。誰か調べてくれるかな。トマト祭りスペイン詳細検索。今日 iPad 近くになくてパソコンも近くになくて調べれるね。多分どこやったかな。どこやったかな。行ったことないもんだって。バルセロナじゃないから。でちょっと危ないねんってやっぱり。こうわちゃーってなるからそこで犯罪とかめっちゃあるんだって。だから無音かだって。え、音出てるよ。仕事終わってから映画行ってきました。お、何見たんですかひろとかさん。お雑煮食べながらスイカ祭り見たらもんか。多分かもしれへんかもしれへん。でも場所が違うって感じ。うん、なんか例えばまあ、あ、まあでもそっか、ネギ祭りはカタルーニャやしな。うん、ネギはカタルーニャ。あ、 BGM か、そういうことか、そういうことか。バグ、あのショールームのバグかと思った。 BGM 無音です。だから今日は無音。当分の話。あ、そうなん、泣いた。バレンシア州やって。じゃあバレンシアは全然違うわ。オレンジや、オレンジ。じゃあありがとうございます。あ、異国の治った。オレンジが有名なところ、バレンシア。私が初めて行って首をぎっくり首したこと。泣きそうやった。泣かなかったんや。でも私バレンシアに初めて行って、うえーってテンション上がっとって、でなんか公園みたいなのがあるんですよ。なんかすごい大きななんか緑地公園みたいな、服部緑地みたいな、なんかそういう大きい公園があるんですけど、そういうところにこういうジムみたいな、公園のジムみたいなのがあって、テンション上がってこうグッてこう自分の重さを使って腕のトレみたいなやつクッてやったら、ここポキッて言って首やらかして、ほんまにぎっくり首、ぎっくり腰の首バージョン。もう動けない。もうこうしてるだけでもう涙出てくる、勝手に。もうちょっとこうしたらもう激痛みたいなぐらいのぎっくり首をやりました。そうそう、トマティーになっています。街の中を牛が走り回るのはスペインのお祭りです。こう、そうそう。でもそれもスペインでもマドリードでもないところなので見たことない。ぜひ見に行ってほしいって。泣いちゃいそうなの苦手やねんけど、悲しくなっちゃって。でも一回行ってみたいなとは思います、トマティーナは。そう、でもその行きたいっていうのを言ったら、危ないからやめときって言われて。そう、犯罪が起きるから。本当にそれこそマジでなんか何人かのお友達と行って、男の子とかの友達が周りにおった方がいいかも。女の子と行ったらやばい、なんか危ないって聞いた。だからまだ行けてないんですよね。トマトもネギも大好き、美味しいよね、ヘルシーだしね。あとは牛の、その牛追い祭りって言うんですけど、牛追い祭りもちょっとスペイン人からしても頭おかしいお祭りらしくて、例えばなんか日本でもさ、なんかだんじりだったりとか、すごい激しいお祭りでたまに死者が出たりするじゃないですか。なんでお祭りでなくなんねんって、なんでやねんってこう悲しくなるじゃないですか、やっぱり。で牛もそうやし、牛がさかわいそうっていうのもそうやし、ね、それで亡くなる方もいるし、怪我する方もいるので、テレビでやっててもスペイン人が見てもアホやわとかって言ってたのを見た。うん、なので見てない。それもでも有名ですよね。え、昨日から入場特典第2弾で色紙やったけどもうなかった。めっちゃ大人気じゃないですか。めっちゃ大人気、
そうなに、そんな大人気なんだ。誰でしたっけ主演の方。そう、でも気になりますよね、やっぱ有名のお祭りって。カタルーニャ、私はタラゴナってとこに住んでるので、タラゴナはサンタテクラっていうお祭りがあるんですよ。タラゴナの予防精神がサンタテクラっていうんですけど、テクラさん、そうなんですけど、それのお祭りが夏にあって、そこでは踊ったりとか結構いろいろやってます。あ、アニメか、アニメか、アニメか。日本もヤンキーばかりの祭りには行きたくないですだってちょっとやっぱね、自分でも行くとこ選びますよね。うん、縁日ぐらいがちょうどいい。なんか私昔住んでたところの近所にはなんか小学校とかその団地のお祭りみたいながあって、で屋台とか出てて、で天神祭りとかはさ、もうしっかり夜店が出るじゃないですか。だからなんかこうお高い、言ったらまあまあお高い。でもそういう団地とか小学校の屋台って、そのお母さん方とか PTA の方とかそういう役員の方がやってるやつだからちょっと安いんですよね。そうだから本当に50円でタコせん買ったりとかやったからさ、昔。そうめちゃくちゃ楽しかったんですよ私。でも今住んでるところの周りに全くそういうのなくてめっちゃ悲しい。ちなみに推しは何でもやろ4派違うか、四つ葉。お祭りが復活したら生誕に行けなくなる事実。めっちゃそれは悲しい、それは悲しい。お、キングさんフォローナイスです、ありがとうございます、ナイスフォロー。あ、四つ葉合ってた、合ってた、合ってた嬉しい、合ってました、やったね。まあ、お祭りも今年はないので。え、すごい、綿菓子屋さんでスカウト、どういうこと、どういうスカウトですか、楽しそう。何それ、芸能界のスカウトですか、それともなあなあ、あっちでたこ焼き売ってやのスカウトどっちも楽しそうやわ。よいしょ、ふわふわででかい、かなりでかいのが疲れてスカウトされましたすごいね。え、うちで綿菓子作ってやのスカウト、四つ葉の画像送りつけるねだってまた見るね見ますね。いや本当にお祭り行きたい、超行きたい。お、山さんぜひ来てください、飲みついでに行ってみようかなだって。え、ぜひ来て来て山さん。チケットは一応神枝美香でポチッと予約してもらえたらスタッフさんにアピールできるのでぜひ私予約でよろしくお願いいたします。なんかねチェキとかあれたらいいのに。トマティーナのルール、トマトを投げるときは適当にもうブワーンみたいになったら痛い、トマト言うても痛いから、あれ絶対どんだけ熟してても痛い、水風船で痛いのに、痛い痛い。それでは深夜の犬散歩行ってきますもう言うてない深夜にお散歩行くのかわいい、行ってらっしゃい、お気をつけて。すごいな、楽しそう。でも話し会の一部に申し込んだら劇場の昼の部は行けなくなった。え、あ、時間でいいの、塚さん大丈夫、行きたがってたのに。でも申し込んでくれてありがとうありがとうございます。いや楽しみですね、イベント。たらね、ないかもしれんのか、我慢できなくなったから
ありがとうございます。いやお祭り楽しそう、本当に行きたいね。ないもんね。でもマジで悲しい。今年あるかな大きいのは。あら悲しい、スケジュール入ってました、すいません。悲しい、ヤモンさん、ヤモンさん悲しい。もしスケジュールキャンセルになったり時間的に行けるわってなったらぜひ来てください。待ってるね。イーさんフォローありがとうございます。最近謎の生き物がドッグフード食べてるので張り込み調査もしてきます。何やばいやばい、誰だ誰だ、怖い怖い怖い、気になる。どうする、人間が食べてたら。イベントは手ぶらですかって。あ、バーベキューの方ですか。バーベキューの方は手ぶらで全然大丈夫です。あ、でもおすすめはなんだ、 T シャツを購入した T シャツ、私とおそろちの T シャツを持ってきてもらって書きてきて、でイベント中は臭くなったらあかんからその T シャツ着てやってもらって、で帰りに私服で帰るとかがおすすめです。あ、まだ行ってないねん、リナッチの橋1回しか。え、すごい、ヤーマンさんワシューワシューしてきたんですか、すげえ。酔っ払いのおじさんは絶対嫌や、みさおさん。現金の差し入れをお待ちしておりますよって現金はダメなんですよ。そう、現金はダメ。現金と生物以外だったらプレゼントは OK ですけど、現金と生物はちょっと受け取れないらしいですね。ミート T シャツは必需品です。 T シャツは黒です。もう販売しているので現地で販売、多分住まいはできるのかな、わかんないけど、そう、どうなんやろ、ないかもしれんので、インターネットで購入しておいてもらうのが一番です。ガチベチは確かに壇上大変や。しかもイナッチが配信してる時大体私も配信してるからな。スタバカードは良きですか、はにゃスタバカードは多分良きですはにゃ、多分現金じゃなかったら大丈夫やとは思う。金の延べ棒はそうね、生物じゃないから大丈夫かな。まあでもちょっと重たいかなやばやば、天城府かリンゴ県で、だってもう県やんチケットじゃん。やばい、喉がねカスカスしてきた。お水飲みに行こう。ちょっと早めに終わってお水飲みに行こう。一階に金券。お肉を食べるのよ皆さん、お肉だよ。なんでこう見過ぎ物をくれはろうとするんですか、優しいけど二次会は自由です。はい、皆さんで集まってください。むしろもうその方が楽しいです。私はみんなが二次会におるんやって思っただけで楽しくなっちゃう。なんなら遅くまでやっといてもらって、こうやって配信してるこの配信をみんなで見てもらうとか超楽しいよね。もう一周しました、さすが友達さん、ありがとうございます。そろそろ寝なさい、だって早めにあれしなあかん、早めにお風呂入らなんか。癖になってる？何がですか？遅寝？いや遅寝は癖になってるよね、ほんと。早朝のお仕事がない限り私全然お昼まで寝るんで。そう、だからこの間東京の時はほんまにだいぶすごいあれでしたよ、早起きでした。4時5時6時に毎日起きてたけど、何もなかったらマジ11時12時まで寝ております。貢ぐのが癖になってるってやばいやつじゃん、それは大変だ大変だ。手ぶらで行きづらくなってるんだけど、だって
でもお友達の家にお泊まり行くときと一緒や。うん、手ぶらできづらいな、何か差し入れ持ってくかってなってるやつ。おね、おそね、おそね、肌に良くないよ。だってお肌はピカピカ、お肌だけ唯一ピカピカ。ペイペイ送金、ペイペイ番号知らん、あ、ペイペイは番号しなくても送れるっていうのを最近知って、あのキャリーを持って行かれた事件でペイペイ送金で、あの送料とかそういうのを送ってくださったんですよ。私が調べたんですけど。高木さんおやすみ、ありがとうございます、いい夢見てね、また明日ね。えみちが全部乗ってくれるからついつい調子乗っちゃってて、へーって。私全部もうノリノリやから何にでも乗ります。波にも乗るし調子にも乗る、任せて。え、ペイペイしてないの？ペイペイしてない人珍しいね、珍しい。ペイペイ結構もう皆さんしてる、友達も、あ、ペイペイで送るねとか言って。本当に変な人じゃなくてよかった。でもメイク用品はまだ捨てれてないの、使ってない、持っていかれたやつ。もう絶対これは捨てるかっていうやつは捨てたけど、もったいない、高いやつとかもったいなくて一旦置いてる、どうしようと思って。会場への馬での乗り入れは、あー、ちょっと店舗にお問い合わせしていただいて、店舗に、駐車場ならぬ馬のね、なんか止めるとこってありますか言うて。日付が変わる前に寝るかな、だって寝れるのあと9分で。戦い、自分とも。ペイペイ実店舗で使ったこと、え、使ったことないの？キャッシュレスしてない、え、私ほぼほぼキャッシュレスです。そう、気分的に使えないの怖いの、本当に。オークション、オークション、スイカのみ、あ、スイカか。ペイペイやったらちょっとポイントたまんで、使っても大丈夫とかさ、ほんまに。デビットカード変な人ではなかったけど、キャリー間違えないでいただきたかった。いや、確かにそれはそう。私はとりあえずね、あれやけど、和歌山まで行って海鮮丼食べたから、いつもニコニコ現金払い。なんかすごい、そういうあるんですかテーマなんかありそう、そういう CM。 ペイペイ使ったことない、デビットカードでことだれてる。あ、そうなんや。めっちゃペイペイ使うわ。なんかお友達とかと例えばカフェ行って、何、分けて払えませんみたいな、一気に払いますってなった時に、私が一気に払って、じゃあペイペイで送金するねとかってやったりとか、めっちゃあります、めっちゃ便利。うん、あ、やばい、千円札ないやみたいな、あ、今出しとくし後で送るわみたいなとかも全然ある。ペイペイなんか簡単なんだ、お得。ポイントバックね、あ、でも今は全然ポイントバックあんまり大きくはなくない。あるのはあるけど、でもそういうのつくといいよね。やっぱ現金ってポイントつかないから、そう、使うならクレジット。例えば同じ、例えばやけど10万円現金で払うのと、クレジットで10万円払うのじゃ、10年クレジットで払った方がポイントとかつくしね。のぞのおじさんまだおります、この辺に。いやだん。楽天銀行のデビットカードなら使った分ポイントつくし、エディにできて電子マネーにできる。へー、そうなんや。楽天銀行いいですよね。もう楽天モバイルにしたいんだけど迷ってます。ソフトバンクはちょっとくれるから、ペイペイ携帯に入れたぐらいやから。あ、そうなんや、なるほどね。ペイペイとソフトバンク、確かに。ヤフーショッピングだとでかいバッグが。私楽天カードは楽天で使うとか。え、楽天モバイル無料プランなくなるようだって。無料プランってあれですよね、1ギガ2ギガのやつですよね。私しっかりギガ欲しいね。でもスペインにいるとき無料で来てたらよかったな。大きな買い物はカードでポイント。私 JAL カードとかで
マイルにしてスペイン行くときとかに使えるようにしております。そういうの大きい。あと5分。あ、本当だ、早い、超早い、早いね。じゃあそろそろもうお風呂入る準備してこようかな、ちょっと早めに。あ、Y モバイルにするんですか、あずかさん。私どうしようかな、通信エリアに問題点あるんですか、やっぱり。どうなんやろ、というわけで12時になる前に今日は、お風呂に入っていきたいと思います。早めに寝よう、喉がちょっとおかしいので小さい声で配信させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。あ、2時間の追い炊きがあるんで大丈夫です。追い炊き、あの温めてる機能楽天契約制が、そうなんよ。明日トークポートよろしくです。お出かけしてきます。いってらっしゃい山さん。というわけで本日も配信ありがとうございました。行きます。どこや、保温、それ保温。じゃあ、はい、ライブの、今日のランキングを読みたいと思います。せーの、13位ゆきおさん、12位みっちゃんさん、11位ヤンチュクルさん、10位パーシパルさん、9位ヤーマンさん、8位手巻き寿司おさん、7位ズカさん、6位チップさん、5位シンジさん、4位みつおさん、3位タカさん、2位玉ねぎさん、そして1位はみずむさんでした。イエーイ、ありがとうございます。皆さん本当に本当にありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。バーベキューの話も今日しましたけども、まだまだ予約受け付けておりますので、ぜひ悩んでいる方いましたらポチッ と、応募してみてね。よろしくお願いします。プロフィールの欄にあるので見てね、 URL があります。みつぞさんもありがとう。ほんならね、みんなおやすみなさい。 YouTube アップしたので動画見てね。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。